ですよ、うん、過去が変えられるんですね。これってね、あのフラクタル心理学だけが言ってることだと思いますね。あのよくね、心理学上でも過去を変えるっていうのをやるんですね。あれはあのそもそもの原因を直してないですから、ある意味イメージングだけなんですね。そうではなくって根本的に過去を変えるっていうことがフラクタル心理学ではねできるんですよ。これって本当不思議なことだと思いますね。やはりあの、過去と他人は変えられないっていう言葉を皆さんもねよく聞かれると思うんですね。ですから、まあ、どうしてもねあの過去変えられないんじゃないかな、思い方を変えるんじゃないかな、ね、その程度じゃないかなっていうふうにねこう思われると思うんですけれども、まあ、それはね忘れてください。本当にね過去は変えられるっていうふうにね思ってください。もちろんそのやり方っていうのはあの心のいろんな準備をしないとできないので、あの初級ではもちろんちょっとできるんですよ。でそれでね過去を変えられたって分かる方もいらっしゃると思うんですが、上級の変え方は全く違うやり方をして過去を変えます。で、まあ、これはねいくら説明してもあの実際にやってみないと分からないので、ですから、まあ、単純にねへえそうなんだ過去変えられるのねってこう思えばいいと思うんですけども、まあ、それよりもですね過去が変わると一体どうなると思いますか。でちょっとね知りたいですよね。あの皆さんね自分がね自分だっていうふうに思う時、ね、私はこういう人間ですってこう思う時って一体何をもとにそう思ってるかで考えたことないと思うんですけど、早い話全ては記憶なんですね。記憶によって自分はこういう人間だっていうことを、知っているわけです。ですから、まあ、記憶っていうのはね例えば何かこう出来事があった時にこういう反応をします、ね、これって今ここで反応しているようですが、皆さんのこのパターンによって反応が決まってるわけですね。でそのパターンっていうものはやはり、過去の出来事によってそこでどう反応したか、それがパターンを作るわけですから記憶でできてるってことなんですね。ですからその、何か出来事があったその反応の仕方でこれを皆さん性格って思ってらっしゃいますから、つまり過去のパターンを変える記憶を変えるってことですよね。それをすれば性格がガラッと変わるってことなんですね。